こんにちは、おちゃみです。今日はめっちゃ興奮してます。ポップマートの新しいキャラクタージシーガというらしいんですけれども、こちらですね、もう可愛すぎる。この箱からしてめちゃくちゃ可愛くないですか。これが出ると知ったからにはちょっともう選べなくって、12個入りですね、丸ごと買っちゃいました。めちゃくちゃ可愛いので今から楽しみです。12個ですよ、嬉しい。ではいつものように順番に開けていこうと思うんですけれども、今回はちょっとこの箱ね、もうちょっと取っときたいなっていう気持ちがあるので、これしっかり並び順通りここに置いていきますね。ではこちらはちゃんと今並び順通り同じように置かせてもらいました。じゃあいつものように開けていきます。今日はここから行きましょう。一番奥です。開けます。あ、それでですね、私が一番欲しいのはこれですね。一番今回欲しいと思ってるのはこのティミッドハンター、これが一番欲しいです。あとはね、シークレットもぜひぜひぜひ来てほしい。もしかして皆さんの一番とかはこのね、動物っぽいのが人気あるんじゃないかなと思うんですね。こういう、ウルフですとか、あとはこのゲットロスト、あとこのキツネ、このあたりが多分人気が高いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、私はこのハンターちゃん狙ってます。では1個目です。やだ、あ、こういう風にちぎれちゃう、気をつけてください。もうちょっと綺麗に開けられるようにすればよかった。では1個目、最初の子はどの子が来てくれるでしょうか。お、勝手の子、いや、すっごいドキドキする。はじめましては、いいですか、はじめましてはこの子でした。せーの、ドン。目がめっちゃキラキラしてます。かわいい、これはいいね。これはめっちゃかわいいですね。はあ、ちょっとだけ目がね、微妙にこの子はちょっと傷がついちゃってるかもしれない。それは悲しい、悲しいけど、でもすっごくかわいいです。この目のキラキラ加減と表情どうですか。いや、この後が楽しみですね。最初の子はこの子でした。お名前を言いますと、スプローティング、スプローティングっていうみたいですね。カードは、あ、かわいい、手書きのカードっていう感じの雰囲気。ではお隣2個目開けます。今度はもうちょっと綺麗に開くようにしよう。あ、ダメ、これ綺麗に開けられない、これは綺麗に開けられないぞ。ちょっと次考えます。では頭大きい、頭大きい、ちょっと待って、これさ、これ本気でシークレットの可能性出てくるんじゃないですか。これすっごい頭大きいけど、え、いや、まさかね。いきますよ、せーの、はい、違った違ったけど、いや、すっごいかわいい、やばい、これめっ、これ動画ではね伝えきれない可愛さ。またこの何、イガグリみたいになってる、このイガかわいい、超いいですね。この足元に顔がちょっとついてて、これはやっぱり12個買い、これ大正解ですね。カードはこんな感じ、いや、かわいい、いいね、これはいい。あんまりいつもみたいにこうピーって切れないで、ちょっとこの紙がちょっと厚紙仕様みたいな感じでビャーって開けちゃったので、ちょっとこういう風に開けていこうかなと思います。今度は
じで開けてみようかな。とはいえいつも箱全部取ってるわけじゃないんですけど、まあ一応ね。そう、次の子。なんか角ついてる、なんか角ついてる。耳かな。いや楽しみ、やばい、楽しみ。3個目はこちらです。あーかわいい。え、私ね、ウルフはかもう超かわいくて欲しかったけど、後ろにこんな子がいたなんて。ウルフは順番はそこまで上じゃなかったんです。でもやっぱこれ順番なんかつけちゃいけないレベルで全部可愛いですね。で目はね、残念ながらほんのちょっとこう少しこう傷っぽくなってるのがもう全部そうかもしれないですね。そこはちょっと諦めてあげてください。でめっちゃ可愛い、後ろこんなになってたんだ。手はこういう感じです。いいね。角はこうです。さあどんどんいきますよ。いやこれマジ綺麗に開けるのはちょっと難しい。さあ次、次です。いや楽しみっていうか全部可愛いんだけど、全部楽しみ。あ、これもね耳ついて、あ、これはもう分かった、これ 100% 分かりました。これはウサギだと思ってますよ。私の下手くそな予知能力、予知っていうか予測能力、そうだと思います。どうでしょうか。ポン、やっぱりね。いや可愛い、なにこれ、ほんと可愛い。またこのピンクの雰囲気もいいですね。これね、ちょっと動画で分かりづらいかもしれないんですけど、うっすらこう綺麗なグラデーションがかかってます。かわいい。こんな感じです。じゃん。今回めちゃくちゃどんどん開けていこうと思ってます。360度動画ですね、ご期待ください。はい、じゃあここからあ、やっちゃった。もういつものごとくやっちゃうんだよな。ついいつもの開け方しちゃいました。お、これもなんだろう。さあさあどんどん開けます。 1、2、3。かわいい。あ、この子はこういう風になってるんだ。本当ちょっとね、これはいいですよね。こういう風に目をしたことによってより生き生きした感じがしますね。どうしても残念ながらうっすらかすかな傷っていうのはだいたいどれもついちゃってるけど、でもまあうっすらとした傷なんでね、その程度はもう皆さん許容してください。この良さにはかなわないと思います。うん、いい。角はこちら、ちょっと見やすいようにこういう風に立てさせてもらいました。ではこのお隣、ここ危ない、また開けるとこだった。あ、これ糊付けが、よいしょ。ザクしてる。さあ、いきます。3、2、1。ポン、かわいい。あ、これ私が言ってたハンター来ました。一番欲しかったハンター。このね、歯がかわいいですよね。またで、ほら、歯、歯、歯かわいい。
かわいい。あ、ハンターはちゃんとこういう風に弓矢を持ってるんですね。へえ、かわいい。かわいい。最高だわ。カードはこんな感じです。わ、カードもかわいい。はい、どんどん行きましょう。今度はお隣。ワクワクしますね。いや、これ本当にちょっとシークレット欲しいな。なんかキノコみたいなやつがシークレットでしたよね。さあさあ、お次ですよ。よいしょ。こういう高さの時点で多分もうね、シークレットじゃないですね。シークレットじゃないけど、でも全部可愛いから OK。 いきます。 3,2,1 どうぞ。あ、これあのモリーちゃんでこういうの出てますよね。私そっち持ってないんですけど、一緒に飾ったらめちゃくちゃ可愛くないですか。モリーちゃんのこの頭の持ってる人、これぜひお隣に置いてみてほしい。かわいい。またこの耳がなんてかわいいんでしょうか。だいたい右上見てんですかね。全部ってわけではないけど、右上見てる子が多いかな。ひー、なんかこの子供っぽさがかわいいですよね。うん、どんどんいきますよ。今回はどん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 開けていきます。もう気持ちが流行って流行ってしょうがない。出てきた。やばいやばい。なんかちっちゃいパーツあった。今もう、あ、もう私分かっちゃった。見えちゃったよ。多分動画には映ってないと思うんで、このままいきます。 3,2,1 ファイヤー。かわいい。これのね、今ねパーツが出てきちゃったんです。これが見えちゃったんですね、先に。あ、この色の感じがいいですね。キツネくんの、キツネちゃん、キツネくん。あ、これしかも動く、しかも動く。芸が細かい。あ、ま、動く、うん、動く。かわいい。あ、ちょっとシマシマになってる。いや、かわいい、かわいい。じゃん、よかった。これは本当に12個で買ってよかった。心からそう思いますね。12個で買ってよかった。間違いじゃなかった。あ、シークレット欲しい。さあ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 。お、なんかすっごい横にでかい。なんだろう。はい、開けます。あ、なんか帽子かぶってるっぽい。せーの、はい。木です。あ、こういう感じなんだ。本当にね、ちょっと木彫りっぽい感じにちゃんとしてありますね。かわいい。あ、でもね、本当にこの細かい目のかすれの、ね、傷っていうのがね、気にするなって私が言ったくせに、やっぱりね、全部ちょっとずつっていうところが少し悲しいんだけども、まあでも可愛い、とにかく可愛い。あ、でこの子はね、あの折り紙の鶴がついてますね。こんな感じです。頭の上に乗せるみたい。開けます。ま、糊がすごい、糊がすごい。あ、そして全然関係ないけど、この子めっちゃ重い。そしてでかい。このでかさは何だろう。クリスマスツリーみたいなやつかな。
クマ。3、2、1、ファイヤー。正解。あ、見てください。クリスマスツリーの子はですね、このクリスマスツリーじゃない、クリスマスツリーにね、私がしようと思っただけなんですよ。あのこの上に星とか置いてクリスマスツリーにしたら、あのクリスマスの時期にいいかなと思っただけです。失礼しました。全然関係ないよ。見て、後ろに家をね背負ってますね。かわいい。家のカバンね。カードはこちらです。やばい、シークレット欲しいけど残り2つになっちゃった。やばい。いや、これすごい、のり付けがすごい。全然開かない。うわ、これすごい。頭大きい、頭大きい。いや、頭も大きいけどなんかついてるからやっぱりシークレットじゃないか。開けます。3、2、1、ファイヤー。わっ、こんな感じなんだ。あ、これはあの最初のねイメージだとここまで可愛いって正直思ってなかったです。すっごい可愛い。色もねめっちゃいいですね。でこのニコってしてるところが可愛い。結構みんなムソッとしてる顔とかも多いんだけど、この子にっこりしてます。足こんな感じ。かわいい。いいいい。なんかすっごい子供っぽさがかわいい。あ、ほんとだ、にっこりしてたんだ。かわいい。あ、さあラスイチになっちゃった。ラスイチになっちゃった。シークレットも来てほしいけど、でももう一個のねキャラもめっちゃいいじゃないですか。どうしたらいいの？これね、ネタバレするなって話ですけど、これね、これかシークレットの二択ですよ。ああ、もう触った時点で絶対もうこれはシークレットではないよね。いやでもこれも絶対欲しかったから、まあ、当然嬉しいです。3、2、1、はい。めっちゃ可愛い。しかも爆笑してた。思ってた以上に爆笑してた。しかも何気にちょっと出っ歯だった。可愛い。あ、柔らかいんだ王冠が。可愛い。これめっちゃこっちも爆笑してた。あ、でこれ葉っぱなんですね。枯れた木の葉みたいな、それをまとってる。しかも爆笑。かわいい。いやー、これ最高の12箱ですね。いやー、これシークレット欲しい。カードはこんな感じでした。いや、めっちゃ激推しのキャラでした、ジシーガちゃん。うん、おすすめです。ジシーガの360度回転スタートです。We'll be right back.
回も最後までご覧いただきありがとうございました。この後も続々と新作の開封動画アップする予定ですので、ぜひまたご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またねー。